ばんは。さて、今日はですね、ドドン。ちょっと大丈夫かな。そう、ちびまる子ちゃん見てたんですけど、まあでもあのサザエさんね、今日ね配信しようと思ってたんだけど、お買い物に行ってたのでちょっと車の中で見てたんですよ。そうだからサザエさん配信できなくてごめんなさい。そう、お出かけ中だったの。橋本さんお出かけしてたんだよ。だからなんかほんのりおしゃれしてるでしょ。ほんのりね。うん、メイクとかもしてないし。すっぴん。ふさくまさんミラーボールありがとうございます。どこまで歌ってたっけ。虫のバラードだ。いたらいいのだろう、問いかけても答えは出ない。ミラボールありがとうございます。ありがとう、ありがとう。はるぴょんも、はるぴょんは、ちょっと昨日ねメイク配信をねしてたと思うんですけど、その時にもう急、もう時間やばいっつって急いでて、もうそのままブブブブってバッチラましたまま、あのね行ったので。サザエさん来週1時間スペシャル。マジで？そうなんだ。そう、その今片付けをちょっとしてます。はい、完了。一軍メイク道具たち、今日はさっきはマメちゃんにマメって言って指を差し出したら顎でこうやってスリスリされました。かわいい。うん、うさぎがね顎をスリスリするのはね、自分のものですって言ってるようなもんなの。なんかもうハーピョンはマメちゃんのものです。皆さんごめんなさい。皆さんへごめんなさい。マメはねケージをね鍵閉めとくと、もうかまってちゃんなんです。私は私はって感じなんですけど、そうケージの鍵を開けた瞬間にボーって言うんですよ。本当にそうなの。でもさっきその私がやった後にじゃあパパもって言ってパパもやってたんですけど、パパはケージ鍵閉まってんのにボーって言われちゃいました。イエーイ。ハピョンの勝ち。そう、でもマメに怒っといた。そんなことしてたらね明日から
お掃除も餌ももらえなくなっちゃうよマメちゃんって、パパ泣いちゃうよっていう話をして、そうしてました。あとは今日の夜ご飯は富山尽くし感じ、ブリのなんかいい感じの焼いたやつとホタルイカが出てくるらしい、このあと。そうご飯前に今配信をしてて、うん楽しみ。あとハピョンの好きなメダカ、メダカじゃないなんだっけ待ってメダカじゃない待ってメカズブ違う違うなんだめもずく、もずくの味噌汁、ハピョンもずくのお味噌汁が一番好きなんですけど、そうなめことじゃがいもと里芋も好きだけど、そうより好きなのはめめ違うなんだっけももずく、もずくのお味噌汁、ホタルイカいいでしょう。傷つく、あとはねちょっとこの辺をねお片付けしたんですよおとつい、だからちょっとすっきりしました。うん、お話し会のおすすめはでも4月9日のがもうなくなっちゃう、その今回のやつだけでなくなっちゃう、その再販とかがないから4月9日のはみんな早めにゲットしといていただけたら嬉しいなっていうのは思います。なので4月9日です。南部って決めた方がいいのかな。なめりかわさんのホタルイカ、わけぎと、の酢味噌あえだそうです。あのメダカ違うなんだっけホタルイカ結構落選してた、マジみんなでもちゃんと振り込めまでが振り込めまでがあれですからね。明日の1時までなのか第2次が、なのでどの部にしようかな。ハピョンはそうだな、4月9日チーム B を見なきゃいけないんですよね。なんかなんで8じゃないんだろうね、謎。落選が多く、待って1時の落選してた部は皆さん何部でしたか、それを聞いておすすめ決めよう。落選した僕私って人、何部が落選してました、一部、待って眠いじゃん一部眠いじゃん みんなでも最初に会いたいのかな、そんな変わんないけどねうん眠いハルピョンに会いたいってことでいいのかな。確かに今日よろしくねって言って2部3部4部のどれかに、2部ん何部2部4部5部のどれかに来るっていうパターンもありですからね。2部と4部もじゃあどうだろう、パンダさん以外で落選したよってどの部ってことなかった、あそういうこと、じゃあ全体的に落ちるものは落ちてたんだ私僕って感じ。じゃあどうしようかな、
42と4にしようかな。ね、落選してるってことはさ、少ないのかな、どうなんだろう、よくわかんないけど、あんまり24でも極小が出てないってことはそんなに、だからまだまだ多分大丈夫だってことなので、24おすすめ。1は眠いから多分あんまり頭回ってない。4月9日の2部と4部おすすめです。全部サイン会だからね、4月9日は。1と4じゃない、2と4、2、4、偶数部、偶数です、偶数。3月17日よりゴンチャから果肉たっぷりのストロベリーソースに華やかなアリさん、アサトさん、ウーロンティー、ティーか、美味しそう。富山県にゴンチャができるので、そう、3月18日からゴンチャができるんですよ、実は。だから行きたい。待って、 KNB さんのツイート1いいねゲットした。しょ、真犯人フラグの。楽しみ。そう、フルーツ牛乳フラペチーノももうすぐなんですけど、でも私はやっぱり3月18日にマルートっていうのがオープンするんですけど、そのマルートで飲みたいから、そう、新作は。だから本当はね、16もう新作が出た時に行きたいんだけれども、我慢します。18まで、18以降に、18か19か20か分かんないけどに飲みたいと思います。でもね、あのゴンちゃんはね、結構ね、いつも新作、いろんな新作をね、いろいろバリエーション出して作ってくれるので、なんかずっと同じ固定のメニューっていうタピオカ店よりも、なんかそうやって新作が出ると、なんか、あ、行きたいかもって、だからスタバみたいな感じ、行きたいかもってなるから、別にタピオカを入れようが入れまいが、なんかゴンチャは結構私の中では嬉しかったです。私は牛乳飲める人ではないんですけど、フルーツ牛乳は飲める人なんですよ。ゲンが出てきたよ。そうなんですよ、だからフルーツ牛乳は美味しそうですね。
今日のピョンムービーは真犯人フラグが終わってから撮って、そのハッシュタグに真犯人フラグっていうのをつけて載せて、どれぐらいその当日にツイートしてどれぐらい跳ねるかを見たいので、真犯人フラグが、まあ、終わってからピョンムービーを撮りたいと思います。いつもはね配信終わってすぐに撮ってるんですけど、今日はそうしたいと思います。バズらせるぞ。まあ別にバズんなくてもその視聴回数が増えたてるのが見るのは嬉しいので、そう、あ、なんかいい匂いしてきた。ブリ焼いてる匂いかも。真犯人フラグの DVD 注文した。早っ。私はでも Hulu さんでいつでも見れるのでHulu さんで見ます。いやなんかね、最終回もそのあれしようとしたんですよ、なんだっけ、実況しようとしたんですけど、やっぱりちょっと真面目に見たいっていうのがあって、多分あのショールームしながらだと多分また口開くし真面目に 見れなくなっちゃうかなと思ったので、ちょっと最終回はちょっと本気で真面目に、もういろんなこれまでのいろんなものがどうなっていくのかっていうのも含めてちょっと真面目に見たいので今日はちょっとあのあれはしないでおこうと思います、実況はもしかしたらね、真犯人フラグ終わりにショールームをして、え、こここうでしたねみたいな話をもしかしたらするかもしれないんですけど、そう、でも実況自体はしないと思、しないです、このね、しないと思いますとかにわ匂わせは良くない、しないです。ペレッタさん、違う、ベレッタさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。パンダさん、山内さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ヨッシーさん、ハートありがとうございます。あ、ブリのいい匂いしてきた。うん、ホワイトデー、明日がホワイトデーですね。お、パンダさん、ミラーボール3つありがとうございます。ビスビスだ。ジャガバタ食べながら、ジャガバタ美味しそう、いいな、ジャガバタ食べたい。トラックエローさん、ミラーボール3つありがとうございます。6個分歌います、ありがとう。こんな時代に何を信じて生きていたらいい。ここは歌ったよ、間違えた。傷つくことを恐れてはいない、どんなにきつい道のりもちっぽけな、ちっぽけな俺は前のめりに、たった一匹の虫になる。命の限りぶざまでもいいさ、地べたで叫ぶ魂よ。6個分ミラボールありがとうございます、ありがとう。虫のバラード歌ったことないので、私あのファンの方の前で虫のバラードをね、ホワイトデーのお返しは金額の3倍で、どういうことだ、あ、そういうことあ、そういうこと、バレンタイン渡してホワイトデーも渡して、またホワイトデーにお返しを渡し、もういっぱいですね、ずっと続くやだワンターンでいいよワンターンでいいよ絶対、今日は眉毛何もしてないからめっちゃ濃い黒い眉毛がこんにちはしちゃってる、
わ、待って、急に降りてきた。まあ後で言おう。え、なにこれ、めっちゃ可愛い。急に降りてきて今いいやと思ってツイッター開いたら、見て、ポケットモンスターダイヤモンドパールのケース T5、 かわいい。渋谷パルコ、スマホケース、私のスマホケース見て、パカパカ、かわいい。でもイーブいないんだ、ポッチャマかな。え、ポッチャマこれアンドロイドしかないってことかな。あ、すごい、あ、これかわいい、これめっちゃかわいい、見て、これめっちゃかわいくない、いろんなあれがいる、これもかわいい。かわいいんだけど、どうしよう。渋谷パルコ、販売日が22日、すぐ行かないとなくなっちゃう可能性大かな。でも行ける日あんのかな。今渋谷に近い人今じゃない、22日、ね、渋谷パルコ店とルクア大阪店、22日に渋谷か大阪行く人どこで売られるんだろう。ファッションプレス、ポケモンが、やっほー。見えてるかな、どこまでもざってたんだろう。見えてますか。どこで売られてるのかな。で止まった。あ、じゃあもっと面白い話を私したの聞こえてなかったってことか。そう、渋谷パルコ店とルグア大阪店、 ルクア大阪店、どこの渋谷パルコ、え、渋谷パルコ店って何、よくわからない。ポケモンセンターってこと、ポケモンストア、え、よくわかんない。何の渋谷パルコ店なんだろう、わかる、そのなんか例えばGU〇〇店とかあるじゃないですか。何の渋谷パルコ店なんだろうね、謎すぎ。渋谷パルコ店は渋谷パルコ、あ、そういうのがあるんですね、渋谷パルコ店。ルクア大阪は行かないよ、私大阪、このために大阪行くのはやばい。かわいい、マジでやばい、どうしよう。で、私が喋ってたのはこのね、 AirPods Pro のケースがめっちゃかわいいじゃないですか。だからこれを欲しいがためにAirPods Pro 買おうかなって話をしてたんです。めっちゃ可愛くない。ルクアにポケモンセンターがある。あ、じゃあポケモンセンター、パルコ、渋谷パルコ店、ポケモンセンターの渋谷パルコ店とルクア大阪店にあるってことなんだ。富山ではなんで売ってないの。かわいい。
で、あの名前がね、名前も入れれるみたいなんですよ、このケースのところの、この今これポケモンって入ってるところに名前も入れれるみたいなんですけど、ここにじゃあはるなってあの名前を入れといたら、この人はるなさんって呼んだなってバレちゃうねっていう話をしてたの。あ、ぴょんとかにしとけばいいのか。え、でも絶対一番可愛いと思ったのこれ、めっちゃ可愛い、これとこれマジ可愛い。ポッチャも可愛いなと思ったけど、これアンドロイドってことなのかなと思って、私アンドロイドじゃないからね。ポッチャも可愛い。全部可愛い。うん、富山にね昔ポケモンセンターあったんですよ、あの小矢部のアウトレットに。そうがね、だいぶ前にねポケモンセンター、ポケモンストアみたいな感じかな、ポケモンストアがあったんです。でも私その時まだまだこんなにハマる前、もうちょっとだったんですけど、そう、まあ、ルートに期間限定で出店するって。でもだってないじゃん、パルコ渋谷となんだっけ、ルクセンブルク大阪みたいな、なんだっけなんだっけ、なんだっけ忘れたなんだっけ、なんとか大阪誰か、ルクア大阪、それです、ルクア大阪、え似てる、ルクセンブルク、ルクア、そう、そこの2つにしかないみたい。ありがとう、みんな優しい。ルだけ合ってた、ルクまで合ってるよ。大阪に引っ越せばいい急に、うん、いや、あのゴシップを見たので、ルクセンブルクが頭から頭にいたの、黒木華さんのドラマ。そうそう、ドラマの影響ってすごいね。茶を飲んでます。なっちゃんの蓋がスタンプになってるの知ってました？初めて知った。これはね、ありがとうって書いてあるの。ホタルイカはママが茹でてるのでまだですまだです。この人出てたらドラマ見るっていう俳優さんはいますか？うーん、吉高さんかな。うん、あと誰だろう。でも基本ドラマ全体的に見るので私、うん、なんかあんまり見ないドラマが逆にないから、基本ドラマは貯めてでも見るタイプの人間なので、うん、今期もいっぱい見てますよ今。あ、嘘です、
あ、ご飯できたって LINE 来た。じゃあちょっとこの話だけして終わるんですけど、嘘ですね、今期はまだ見てない、見てないドラマいっぱい。今期見てるのはなんだ、真犯人フラグ、唇の色好き、マジ今日何にも塗ってないんだけど大丈夫本当に今日マジ1ミリも塗ってない。いつもはねここにあるリップ塗ってたりするんですけど、今日マジ1ミリも塗ってないやばい。真犯人フラグ、ゴシップ、契約、無茶ぶりかな今見てるのは。うん、なんか基本的にはバーっていうの一気に見たいタイプなんですけど、あ、もともとはね、なんか時間がある時に見るって感じ本当に、うん、だからミステリーという流れも全部録画してるし、ドクターホワイト、ホワイトドクター、ドクターホワイト浜辺美波さんのも録画してるしって感じ、全部録画してるし、だからもうそんな感じ、うん、基本的には全部。あとはね今ねラジエーションハウスがね再放送でやってるんですけど、それを見てます、うん、ラジエーションハウスめっちゃ好きなの、だから再放送見てた、うん、いや刑事ドラマ系見ない、そんなことないよ。なんか昔はね学園ドラマとかすごい好きだったんですけど、なんかもう年を重ねるとなんか学園ドラマいやいやいやみたいな感じになっちゃって、そうなんか最近は、あれ出てこない、待って、フェロフェロ私のフェロのドラマ何でしたっけ、あの前田敦子さんが出てる、あー名前が出てこない、フェロフェロ私のフェロのやつです、あーその歌しか出てこない、それトーボーイ F、 トーボーイ F も見てます今期今のドラマ。てかフールさんでやってるやつを基本的に新幹線の移動中とかによく見てるので、そうそう、だからフールさんで見てるやつは基本的に毎週終えてる感じかな、うん、でもそうじゃなかったらあんまり終えてない、頑張って追いたいと思いますということで、ご飯ができたって、あったかいうちにご飯を食べたいので配信終わります、ありがとうみんな、いきますランキング30分くらいしかできてない。1位パンナさんありがとうございます。2位トラック野郎さんありがとうございます。3位マックミックさんありがとうございます。4位サットさんありがとうございます。5位ネバーストップアットさよならモーリさんライブは3週間後さんありがとうございます。6位レクサーさんありがとうございます。7位北里光平さんありがとうございます。8位、西くんさんありがとうございます。9位ふさくまさんありがとうございます。10位山内さんありがとうございます。11位コロポックルさんありがとうございます。12位カートピョンナさんありがとうございます。13位ともゆきさんありがとうございます。そして本日のラッキー888位はドゥンドゥドゥドゥンネズさんです、ありがとうございます。ということで皆さん一旦はありがとうございました。もしかしたらやるかもしれないしやらないかもしれないし、ちょっとわからないんですけれども、とりあえずご飯を食べていきたいと思います。それではバイバイ、ありがとう、おやすみなさい、またね。